はい、アカシックサーチのシンです。はい、今回はですね、ブラックホールということで、サブタイトル、ホーキング放射と情報パラドックスということでお送りいたします。ブラックホールという天体は、非常に有名な未知の天体ということで、まあ皆さんも一度は聞いたことあると思います。さあ、ブラックホール、一度入ると抜け出せない。電磁波、光も一度入ってしまうとも抜け出せないというブラックホールでございます。今回はですね、まあ、ホーキング放射と情報パラドックスということで、特にこの情報パラドックスの方の解明という形で進めていこうと思います。まあ、解明といっても単なる設定なんで、まあ、占いレベルとして聞いていただければと思います。ブラックホール。一旦ブラックホールに、と落ちていくと、もう抜け出せないわけで、で、入っていくとですね、どんどん、ある特異点まで行くと、もうバラバラになると。素粒子レベルまで分解されて、で、その物質の情報がどうなるのかというのが情報パラドックスということで、ホーキング博士も亡くなられましたが、ホーキング博士がホーキング放射というのを提唱したと。ブラックホールから、まあ、情報は出ない。エネルギーだけ出て、どん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 これが縮小していって消えてしまう。落ちた物質の情報というものが、ホーキング放射というのを、肯定してしまうと、この情報パラドックスというのが発生してしまう。さあ、これはどうしようということで、物理学、最新物理学が破綻してしまうということでございますよね。ホーキングさんがこんなことを提唱しなければ、ホーキングさんが、エネルギーも出るし、情報も出てきて、最後は消えるということならば、パラドックスにはならないんですが、ホーキング放射というのは、情報はないわけでして、エネルギーだけが飛んで、情報が消滅してしまうということで、さあ困ったとなっているわけですよね。で、このパラドックス自体をどうにかするために様々な説、仮説が出ています。そもそもブラックホールの構造がどうなっているか、まあなぜあるのか、まあもしくはなぜ必要なのかという観点から、このパラドックスを解消していこうかなと思っております。あくまでアカシックレコードサーチという、戦術によって出したものですから、物理関係の方はあまり突っ込まないようにしてくださいね。はい、そこまで詳しいわけではございません。一応ですね、ブラックホールに落ちた、おそらく落ちるというイメージなんですが、私の解釈では上がるなんですね、上に向かって。はい、ブラックホールは上に向かって上がるという概念でございます。で、何度も今まで説明してきました、次元というか階層の話をしております。はい、一番土台の階層、これが我々が住む階層で、どん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 階層があって、まあ、この辺に霊界、この辺に霊界があって、神様がいてみたいな形ですね。で、ここに、まあ、究極的な頂点があって、現在28階層になっていると、私が、以前から提唱。まあ、提唱って言うとかっこいいですけど、勝手に垂れ流しているだけですけども、そもそもこのピラミッド状の構造、階層構造というのは、ブラックホールがあることによって形成されていると出ています。この我々の階層部分にブラックホールがあって、こう上がっていって、ここまで行きます。それによって、この形が形成されているということでございます。はい、ブラックホールがないと、これが形成できないということですね。
なんとなくわかりますでしょうか。だから我々の階層からブラックホールで吸い込まれたものは上がってしまいますので、基本的には、まあエネルギーとしては落ちますけども、情報は全部上に上がってしまいます。よってパラドックスは上に上がってるのでここには残らないということで、一応パラドックスは解消できるという点の設定でございますね。上に上がっていると。よくね、ワームホールという表現をしている方、これはですね、どちらかというと、こう入ってこっち出てくるみたいな。で、違う空間。で、このワームホールというのを、平行宇宙と見る別の宇宙という、まあ、スピリチュアル的、オカルト的な話もあれば、我々の宇宙の中の別のポイントに飛んでいくということで、このパラドックスを解消する論理もあったりしますが、一応ですね、私の場合は、上の階層に向かっていくということで、パラドックスは解消できているという見方をしています。もちろん上がりますし、ホーキング放射、エネルギーの全部がこの我々の世界に放射として残るわけではなくて、エネルギー自体も上に上がっていきます。はい。ブラックホールがないとこれを形成づけれないということになります。なので非常に重要な天体ということで、以前の動画でも言っておりますが、あと5億年するとこれが29階層、もう一段上がるっていうことを言っております。それもブラックホールによるエネルギーと情報がこの土台から上がっていくことによって形成されていくという形になっております。だから少しずつこの現世の物質は減るということになるんですが、でもそう単純ではないみたいで、また何らかの循環によってここの底辺はまた広がっていくという、ちょっとその辺解明しきっておりませんが、とにかくブラックホールがないとこれが形成できないというところまでは出ていて、どうでしょうね、ホーキング博士おそらくまあ言っておられませんけど、このイメージが頭の中にあってたんじゃないかなっていう、ブラックホールは縦方向に向かって上がっていくという感覚があるからこそ、ホーキング放射というのを提唱して、頭の中では、情報パラドックスは実は発生していないと、ただまあ、現代物理学に当てはめて、その次元云々、階層云々の概念はあくまでもオカルトなので、情報が消えてしまうということに対するパラドックスは、物理学上は発生してしまうということは、まあ分かっていながらもこれを提唱しているんじゃないかなというイメージですね。アインシュタインはね、どっちかっていうと縦方向じゃなくて、多分彼はね、まあこれの平行宇宙的横方向での移動でこれの解消したイメージをまあ、頭の中ではしてたんじゃないかなという感じが私の、それもサーチしたんですけど、一応ヒットはしているんですけれども、まあ、それはちょっと、この動画の主題とは違いますので、またの機会に、ホーキングさんと、アインシュタインが、まあ、思考的なものはどんなイメージングしていたのかというのをまたちょっと出してみようかと思って、います。で、ブラックホールですけども、大体どうやってできるかというと、太陽の30倍の質量が超新星爆発、30倍以上ですね。起こした時に、ブラックホールは形成されますが、いて座 A スターでしたっけ、天の川銀河の中心にある超巨大ブラックホール。こんなもんじゃないですね。30倍の質量の、恒星の超新星爆発なんていうレベルではない規模によってじゃないとできないような、まあ、いわゆる銀河、
アンドロメダしかり、天の川しかり、様々な銀河の中心にある超巨大ブラックホール。これの形成過程というのをちょっと見たんですが、いろいろな説があって、超新星爆発で発生した無数のブラックホールの結合したものが中心で集まって一つの巨大ブラックホールが作られたのではないかという仮説があります。これ全く反応しなかったです。銀河の中心にあるブラック、超巨大ブラックホールの形成がどのようにして行われているのかというのを、この動画内で発表しようと思ったんですが、見つかりません。全くどんなイメージにもヒットしないです。はい。なんとか次の動画、超巨大ブラックホールの形成メカニズムという形で、動画できれば、見つかれば、出してみようかなと思います。はい。じゃあ私がそれを見つけることは可能なのか、パーセンテージを出すっていうのも出せるんですけども、まあそこまでやってしまうと無限ループでちょっとめんどくさいので、はい。まあできるかできないかわかりませんということで、なんとか銀河系中心部の超巨大ブラックホールの形成のメカニズムというのも、ちょっと2、3時間かけて、これからちょっと調べていこうかなと思っております。はい。ちょっとわかりにくい話でしたけども、こういうことがあるんだなという、まあ、なんとなくで聞いていただければよろしいかなと思いました。ということで、それではまた次の動画で。